にちは、あみです。本日はですね、タイトルにある通りですね、サンリオコラボの、交換所にいるハローキティのどれかをね、ちょっと交換しようかなって思っているんですけども、まあ、それをね、悩んで交換していく動画になります。あ、そうだ、まあ、その前に1個だけ話しておきたいことがあるんですけども、まあ、前回の動画とかね、見てない方のために一応言っておくと、まあ、私ずっとね、この YouTube 出てから無課金でやってたんですけども、別に縛ってたわけじゃないけど、自然とそうなってたんですけど、今回サンリオコラボで初課金させていただきました。はい、まあ、動画ね、遡って見ていただければわかるんですけども、まあ、サンリオが好きで、推しキャラがどうしても欲しくて、で無課金の意思で爆死したら課金しますって言って、まあ爆死して課金したっていう感じですね。まあ、やった内容としては、サレーネキティぬいぐるみが当たってたので、それ分の10連と、あとガチャドラを手に入れたのと、あとチャーミーキティの確定を買いました。はい、でも結局ね、推し、一番の推しであるタキシードサムは1個も出なかったんですけど、まあそれはもう諦めてっていう感じですかね。はい、っていう感じで、まあだから前回から無課金踏みパズではなく、まあ、普通に踏みパズとしてやっていっております。よろしくお願いします。ということで交換いきましょう。で、どのね、ハローキティをコラボしてね、どのハローキティを交換するかっていうところが、まあ、若干迷ってまして、全員大魔女は暖房がついててっていう感じのキャラクターなんですけども、しかもベース究極両方ともしっかり使えるようなね、性能になっているんですよ。はい、強いんだよな全部。で、まあ、火が無効感暖房のダメージ半減遅延、リーダースキルは列っぽいね、リーダースキルになってますけども、まあでも火はね、正直使いどころあると思うけど、まあ、優先順位的には低いかなっていう感じ で、水ね、水強ない、この4色攻撃強化持ってるビーチキティ、これ普通に強いんだよな。で、問題は光ですね。光がね、めっちゃ欲しいんですよ。まあめちゃめちゃ使われてるじゃないですか、光のね、ハローキティちゃん。極連の集会だっけな、極連とかの集会でめっちゃ使われてて、いや、いいなって思うんですけど、まあ、何にせよみんなね、集会するにしたら4体ぐらい必要になってくる、まあ最低でも3体ぐらい必要になってくるので、まあ、1体交換したところでそのどう使うかみたいなところはあって、ちょっとね、難しいなって思ってるんですよ。そう、まあ、交換の玉的にちょっと1しか無理そうなので、ハロー光の大魔女1体取ったところでっていう感じは正直ありますね。で、闇もね、有力候補なんですけど、まあ、なんでかっていうと、やっぱりこのベースの方の、リーダースキル、ダンジョン潜入時にリーダーの時卵ドロップ率が少し上昇、マルチプレイ時は無効ですが、ドロップを消すと固定50万。これはだってソロ集会さ、めっちゃ楽じゃない。しかも超覚醒で暖房持てるので、暖房3なので、なかなかまだね、レアな方ですよ。まあここ結構有力かな、交換。はい、そして最後が木の大魔女ハローキティ。まあゼラキティはね、一時期時代ありましたけど、まあ、私は使ってなかったけどね。まあこれはまあ優先度で言うと低いのかな。いや、どうする、シゲさんにもちょっと相談したんですけど、やっぱり光は3体からって言ってたので、まあ闇かな、闇にするか。じゃあ、いてもな、しょうがないもんね。で、交換の玉なんですけど、まあね、ちょうどね、ちょうど闇の交換の玉たちが全然持ってないところでして、まあとりあえず、ポムポムプリン3いるんで、まあ1出す。
コンプリーティダスで、女神ハローキティは持ってないで、リトルツインスターズにいるんですけど、まあ、一旦取っとこう、一旦取っといて、でキリミちゃんがね3いるんだよね。3いる1いればいいかなっていう気はしてるので、キリミに出していいですか。でこっからが問題で、この星6フェス源たち全然ね持ってないんだよ。ここのラインナップ、闇メタ1でしょ、で緑ソニアも、あ緑ソニアは2かな、2だけど武器作りたいからあんまり出したくない。で青ソニアは1で、カーリーが2だけど、でも極性カーリーはね武器化来ると思うんだよね。ここもあんまり出したくない。でダンタリオンが1で、パエモンが2で、グレモリーが3いるんだよね。だからグレモリーはまあ1出してもいいかなって。で、ネイは持ってるけどやっぱ武器は強いので取っておきたい。でマッハが1で、マッハもね使ってないけど、まあ、武器化で強くなる可能性があるかな、リダチェン武器として。でモリグは持ってないですっていう感じでね、微妙に持ってないんだよね、ほぼ。まあ、出すとしたら、まあ、グレモリー1出せるから、まあ、これで4でしょ。で、あと、まあ、2体所持で言うと、緑ソニア、闇カーリー、パイモンかな。パイモンですかね。パイモンはね、武器化したとして、どういう性能になるかちょっと想像できないんだけど、今のところ、まあ、このベースもね、そんなに、今の感じだと使われるところがないので、タイモン出そうかなっていう感じ。これで5体目ですかね。いや、キリミ2がちょっと迷うけどね、キリミ2いいかな、キリミちゃん出そうかなっていう感じで、ちょっと退化していこうか。はい、これで、まあ、パイモン、ウレモリ、キリミキリミプリンでいいかな。キリミキリミプリン、まずそうな組み合わせ。闇の大魔女ハローキティに生まれ変わってください。ありがとうございます。ポムポムプリンもありがとな、3体も出てくれて。バイバイ。やったー、かわいい。いやー、まあ、元無課金にしてはサンリオ回した方だと思うんですけど、初ゲットですね、大魔女ハローキティ。本当に一回も出なかったね。まあ、とりあえずベースの携帯で撮っておこうかな。限界突破もしちゃおう。よーし、早く使ってみたいけどな。はい、ということで、とりあえずね、まあ、レベルは上がりきってないですけども、限界突破して、聴覚線もつけて、スキル面も上げてって感じですね。これやっぱり3ターンっていうのがさ、結構強いよね。上にスキル乗せやすすぎる。乗せやすすぎるよ。ガマモアとかだと結構さ、確かスキルレベルそんなに短くないから14ターンでしょ、長いからさ若干乗せづらい。スキルをね盛らなきゃいけないところがありましたけど、3ターンだとね乗せやすいですね。はい、という感じで今回は闇の大魔女ハローキティ交換しました。まあね、多分無課金とか微課金の方で交換ね、どれにしようか迷ってる方多いと思うんですけど、まあ、個人的には、複数体交換できないんだったらやっぱり闇がおすすめかなって思ってます。まあ参考程度にですけど、という感じで本日は終わりたいと思います。今度ね、サンリオキャラ縛りの3人ワイワイとか募集しようかなと思ってるので、ぜひやりたいなって思う方はちょっとツイッターフォローしていただければ、ツイッターで募集しますのでよろしくお願いします。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。